質問は結果に価値を置くのではなくて努力に価値を置くためにはどうしたらいいでしょうか。はい、ですね。で、努力に価値を置くためにはまずなぜ結果に価値を置いてしまうのかということを知らなければなりません、ね、結果に価値を努力に価値を置くに対して結果に価値を置くね、結果に価値を置くのはそれは人というのは結果しか見てないからなんです。人、ね、だから当然結果に価値を置いてしまうのは仕方がないことなんですよ。結果に価値を置くのはそれはその人に見てもらいたいか人に評価してもらいたいかだから結果から努力に価値を置くためにはですねそのここに自分がいるとすると自分がいるとすると自分をね見ているのは誰かってことなんですよ。人なのかそれとも自分なのかってことなんですよ。人を問題にすると結果に価値を置く、うん、なぜかというと人は自分のやった努力を見てないからです。自分にね、自分が自分を見るようになったならば誰よりも努力したのは自分だからね。自分が一番分かってるからだから自分が自分を認めることができれば努力に価値を置くことができる。だから自分を見ているのは人なのか自分なのかっていうことが変われば結果から努力に価値を置くようになっていくってことじゃあ、ね、どうして人に見てもらいたいのかと言った場合、それは、ね、いつも人を見てるからです。人を。自分の目が、ね、人が自分を見ているかどうかを見てるんです。人ばかり気になってるんです。ここ人ばかり。だから自分の見ているもの、自分の見ているものをいわゆる自分自身に向けるっていうことが必要になります。人
人を見る習慣が、人を見るっていうのは人が自分を見ているかどうかではなくて、自分の目が自分に向いているかどうかっていうことを、その意識するようにしていくってことです。そのためには、努力目標を持つってことです。自分で自分を見るためには、自分の中で今日はこういうことに心がけていく、こういうことに取り組んでいく、そういうものを持つっていうことが必要になります。それが例えば ここまでやるとかね、こういうことをやるっていうことじゃなくて、大事なことは心がけなんです。こういうことに心がけて取り組んでいくっていうものを持って臨んでいく。例えば今日は接する人にですね、温かく明るい気持ちで接していくように心がけるとか、柔らかい口調でどんな人にも接することができるように心がけていくとか、その自分の中でね、毎日こういうことに取り組んでいくっていう心がけを持つことが大事なんです。そういうものを持たないと、ね、自分が頑張ってるかどうかっていうことが結果になっちゃうんですよ。その結果を人が見ているかどうかっていうことが問題になるんです。結果にならないためには、自分の中で例えば聴聞をして、あ、こういうことに心がけていこうっていうものを持つっていうことなんです、ね、例えばいろいろありますよね。否定的に思わないようにしようとか、ね、自分のことを、ね、褒めてあげられるようにしようとか、そういうこう自分の中でこういうことに心がけていこうっていうものを、ね、例えばそのポストイットでもいいし、メモ帳でもいいしね、そういうものに書くんです、ね、そしてまあなかなかね、その職場に貼っておくことはできないので、財布の中とか携帯がもしね、その手帳型だったら、そのね、開いたところの部分に見えるように貼っておくとか、その自分が気がついた時にね、見返すことができるところに置いておくんです。こういうことに心がけていこうっていうものを持つ。それを心がけて何回も何回も見ていくってことです。そうやって自分の中で今日はこういうことに心がけていこうっていうものを持ってやっていくことができれば、
その心がけているものができているかどうかで価値があるかどうかっていうことを意識できるようになってきます。だから努力に価値を置くって言ってもね、漠然と頑張ってるだけでは価値が置けないんですよ。具体的にどういうことに心がけていくかっていうものを持つことが大事なんです。それを書いて何回も目に触れるようにしていくっていうことです。そして意識して心がけるものに取り組んでいくようにする。それがね、結果じゃないってことなんです。目標を結果に置くんじゃないんです。努力目標っていうのはね、努力する目標ってことなんです。これがね、そのなんていうんですかね、世の中では例えばね、そのどれだけの結果を出すことが努力目標だって思ってる人がいる。例えば売上を100万にするとかね、1000万にするとかね、宗教だったらこれだけの人を勧誘するとかね、その努力っていうのが努力ではなくて結果の目標になってる人が多い。仏教では努力目標といったらね、結果じゃないんです。どういう心がけて頑張っていくかっていうことなんです。例えば営業だったらね、何件回る、何十件回る、何百件回るっていうことを世の中では努力目標と置いてるんです。だけど仏教では努力目標って言ったらね、一件一件をこんな気持ちで回っていくっていうことを目標としていくってことなんです。だから世の中ではね、結果を出すための努力になってるんですよ。その結果っていうのがいわゆる会社から与えられたノルマになってるんです。そのノルマを達成するためにこれだけの努力をするっていうことを努力目標だと思ってるんですね。でも仏教ではこの結果は問題にしないんです。だから結果を出すための努力ではなくて、この結果が自分はどんな人間になりたいかが結果なんですよ。どれだけの成果を上げるかっていうことが結果じゃなくて、どれだけの、結果じゃなくてね、どういう人間になりたいか、最終的にどんな人間になりたいのか、どんな人になりたいのか、優しい人になりたいのか、思いやりのある人になりたいのか、それが自分の求めている結果なんです。こういう結果に価値を置くのは全然問題ないんですよ。だから私たちが結果に価値を置いてるっていう結果は、仕事ができるかどうかとかね、ノルマを達成しているかどうかとかね、そういうものなんです。それはどんなに結果を出したとしても来年にはリセットされてしまうんですよ。一回一回が勝負になっちゃうんです。野球だったら優勝するっていうことが結果で、その努力がどうするかってなっちゃうんです。でも優勝したからね、今年優勝したからといって来年は優勝できるかどうかわからない。
リセットされてしまうんです。そういうものに価値を置くんではなくて、今年身につけたならば来年も再来年も続いていくものに価値を置くんです。そういうものに、そういうものを得るために努力していく、それが努力目標なんです。これはね本当にすごく大事だなって思うんですよ。僕ある団体にね、ある宗教団体に所属していて、そこでそのナンバー2の人がね、ね、この団体は目標じゃない、全て努力目標なんですとかっていうふうに言うわけですよ。でその努力目標って何って言ったらね、結局何人の人を勧誘するかっていう努力目標なんです、ね、それかどれだけのお金を献金するかっていう努力目標なんです。それが努力目標だと聞いてきたんです。でもその努力目標っていうのは今年頑張ったからといって、その目標を達成したからといって来年はなくなるわけじゃない。つまりその団体では結果を出すための努力をするための縁なんだ、努力が大事なんだって言いながら結果が問題になってる。でも仏教では努力目標といったら自分が、ね、徳を身につけたいとか、こんな人間になりたいとか、その仕事ができるできないじゃない、ノルマを達成したかしたかしてないかじゃない、人間としてどんな人間になりたいかっていうことが結果なんです。そのための努力なんですよ。だからその自分の人格を生み出すのは、ね、形としての努力ではなくて、日々どんな気持ちで生きていくかが大事なんです。どんな心がけで生きていくかが大事なんですよ。その心がけの目標を持つ、こういうことに心がけて生きていこう、それを本当に身についたと言えるまで続けていこうっていうことが大事なんです。分かっていただけたでしょうか。そうですね、ちょっと質問いいですか。はい、はい、まあ、やっぱり何ていうのか、まあ結果と結果目標と何か努力目標がこっちになってるのが、まあ、4つ目というか感じですよね、うん、そうそうそう、だから努力目標と言いながら結果を出すための努力になってる。だから問題にしてるのは努力ではなくて結局結果なんですよね。ある意味結果さえ出せたら努力をしてもしなくてもいいってなってる。そうなってしまうのはこの結果っていうのがね、例えばまあ宗教だったら何人の人を入会させるとかね、入信させるとか、いくらの献金をするとかね、そういうことが結果。営業だったら売り上げこれだけのものを出すっていうことが結果になってるんです。でもこの結果っていうのは、まあ、ある意味今年終わったら来年もまた与えられるんですよ。でそれによって
人の評価が変わると思ってるから、だから不安なんです、うん、今年達成したからといって来年達成できるかどうか分かんないじゃないですか。だから毎年毎年結果を求めて努力をしていかなければならない。その結果に価値を置くとね、まあいわゆる野球だったら今年は三冠王だったけど来年はね一本もヒットを打てないかもしれないっていうなるわけ。そういうことに価値を置いている限りいつも不安と隣り合わせの状態になってしまう。だから仏教で結果って言ったらそういう毎年毎年与えられるものじゃなくて一度身についたらそれがずっと続いていくものに価値を置いていくんです。だからその形としての結果じゃなくて人間性とか徳とかそういうものに価値を置くんです。それを得るための努力、そこに価値を置くんです。そう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 。だからまあそこにまあ価値を求めるんじゃなくて、まあ、心がけっていうのは気にされない。そう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 。こういう心がけが身につくか身につかないか。心がけが身についた状態を徳っていうから。徳は積んでいけるっていう。そう、徳は積んでいくもの、積んでいくっていうことはその増えていくものってこと。そう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 。そして死んでも続いていくわけです。だからそこに価値を置きましょうっていう話ですよね。そうですそうです。はい、わかりました。はい。はい。